何か始まるようでございますよ。なんだろうね、まあ、まだ7時ちょっと過ぎなんですけれども、ブルーシートが引かれていて、あそこで一人横たわってます。あれは生きてないものですね、横たわってるのはね、防災のなんかやるのかな、なんだろう、ララポートのなんか訓練かなんかかもしれないですね。おはようございます。今日暑くなるつってたんですけれども、今のところ過ごしやすいです。やっぱり朝夕は温度がそれなりに下がってくれてるんで歩きやすいです。今日も和子さんはちょっと朝はお休みで、みーちゃんと2人で来てます。昨日の仕事はですね、初めて葛西に行きました。江戸川区は結構いろいろなエリア行ってるんですけれども、葛西って初めてだったような気がしますね。ずっとやったことなかったから、あの辺はエリアに入ってないのかなと思ったんですけど、やっぱりうちのエリアだったんですね。でも荷物もかなり多くて、初見だからどうしようと思ってたんですけれども、割と配りやすくていい感じでした。前半はすごいいいペースで配れたんですけど、後半は上に伸びるマンションが多かったので、一軒一軒が時間かかってしまいまして、結局いい時間になりましたね。なんでもう全て配り終わったんで、再配達は1個だけでね、全て配り終わったんで良かったです。と葛西に関しては割といい印象でできたんではないかなと思われます。今日は仕事取れてませんというか、ミミちゃんのカットなんで撮ってません。で、お仕事のギャラなんですけれども、やっぱ閑散期ってことで下がってます。同じ4時間のブロックでも今までとは1400円ちょっと違ってます。消費税入れると1550円ぐらい違ってきちゃうんですけれども、まあこの時期はしょうがないから、その値段でやるしかないんでしょうかね。やっぱり仕事もらう方っていうのは立場弱いですよね。その分なんかで経費を抑えて頑張りましょう。同僚の皆さん、同僚じゃない、同業の皆さん、またいい季節が来ますよ。あ、そう、10月の半ばに、プライム感謝セールでしたっけ、なんかそんなのがあるんで、そこはギャラが上がるんではないかな、またボーナスがつくんじゃないかなと少し楽しみにしてます。お散歩戻ってきました。消防訓練やってるみたいですね。ララポートの従業員の人なのかな。あっちの右の奥には地震体験車ですね、あれね。すごいすごい。AED がずっと置いてある、あそこ。あの赤いの、そうだよね。こっちには消火器の練習とかね。何のボブルなんだね。何のボブルって。ゾンベッドシャワー。ミミちゃんだっけ、私だけだっけ。うん、はい、じゃあ行ってらっしゃい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。行ってらっしゃい。ミミちゃん今日カットです。今日は白バイの練習やってます。本日買ってきたものたちご紹介したいと思います。濡れてるミミちゃんの犬間にララポにお昼を食べに来ました。
前回はモンスーン行って詰まらせてしまいましたので、今回は気をつけたいと思います。トリュフカルボラーナ、カルボナーラです。トリュフの匂いがすごい、香りって言ったらいい、多分そうだと思います。トミコさんのはもうちょっとしたら来そうです。選べるやつでご飯とオムライス、キノコオムライスとサラダと選べるケーキとシャインマスカット、金粉が乗ってます。すごいケーキタイムです。先っぽ食べちゃった。本日のケーキはショートティラミスだそうです。ミミちゃん来ました。ハロウィンです。うわすごいよ、気が飛ぶ、ハロウィンです。ミミちゃん、あーつる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 、うん、息してたの、口ちっちゃなの。じゃあ行きましょう。これから津田沼に行きます。はい、みみちゃんピックアップしまして、姉貴んとこ行ってさっきのハム置いてきて帰ってきました。もしお散歩行くかな、行かなそうだね。結構カットしてもらって疲れてると思いますので、昼寝しましょうみんなで。あ、そう、今日は、先ほど仕事が取れましたんで6時半からアマゾン行ってまいります。割増料金ついてました、ありがとうございます。はい、それではアマゾン行ってきます。今日は6時半から4時間取れましたんで、お仕事行きたいと思います。今日はどこになるんでしょうかね。昨日の火災も結構思ったよりも集合住宅少なく、なんかイメージからすると団地っていう感じだったんですけど、火災ってね、そんなこともなく戸建てが多くて、あ、前にウーバーで結構来たことあるなってところが多かったですね。はい、結構安心して配れました。今日もいいとこでありますように。では行ってきます。